大村忠次郎は岡山県出身の教育者。大阪府第一高等女学校初代校長で大阪における女子教育の第一人者。明治初期、実生活に必要な理芸を授ける程度だった女子教育が1899年交付の高等女学校令に合わせ、大阪府も女子の教育機関を整備することになった。1900年。 不律初の高等女学校、大阪府第一高等女学校創立に伴い、各地で手腕を振るっていた、大村忠次郎が任命された、清水谷高校と清友智会を象徴する、再尾館。左下に映っている胸像が、大村忠次郎である大村の熱意は言うまでもなく、大阪府清水谷高等女学校として発足した不立、不律。 第一工場への各界の意気込みは相当なもので、生徒の教養、見識を高めるため、名詞が多数、協力、講演した。大隈重信や渋沢栄一をはじめ創立後20年間の、記録に残るだけでも120人以上が来校しており、清水谷工場の敷地に建てられた、同窓会館、再尾館に、首相、西園寺金持ちが記号したのも、大村の信奉していた、親友。 なるせ二造の貢献人であるサヨンチが自身の女子教育の重視という考えを大阪の殿堂で示すためであった。大村は人材確保にも尽力。中でも音楽家教員として招いた長井浩二は清水谷工場音楽でも伝道に育て上げ、その教材として編纂した女子音楽教科書が後に全国の高等女学校での基準本として使われるようになった。 あとに、長井は、大阪音楽学校を創設している。そんな大村を周囲が放っておくわけがなく、なるせも日本女子大学校附属高等女学校の校長として、迎え入れようと説得を続け、大村も一旦、辞表を提出したが、実婚の大阪府知事高崎親商から強く移住され、留任した。21年間、清水谷工場で、女子教育に尽力し続けた。 大村の退任が1921年春に発表されると、生徒や保護者らは、名誉校長に推挙するため文部省に直訴したり、六女の乗り子を通わせていた大阪市長、池上史郎らが、謝恩会を開催したりしている。その後、大村は、校長就任後で事実上初の休暇として楽しんだ、夏の六甲山登山の後に体調を崩し、9月3日、急性肺炎のため、 よう去った、去年59、ほか、ありがとうございます。